改善策を提示する。いきなり政治的な発言だな。問題のあったブリーズのシールの件なんだけど、まだまだ話すことがあるんだな。批判ばかりしてても仕方がないから、次やるとしたらこうした方がいいよという改善策を提示したい。どうすればよいのだ。まずシールは固定し、手渡しにする。どういうことだ。例えばパンツを買ったらスーパーゼウス、マスクを買ったらヘッドロココとか、この商品を買ったらこのシールがもらえるというようにする。ランダムはやめた方がいい。そしてシールはレジで手渡しする。手渡しすれば折れや剥がれの問題は出ない。なるほど。で、かなり物議を醸したシークレットなんだけど、これはシールがもらえる商品を全部買ったらシークレット1枚もらえるという形にすればいいのよ。そうすれば確実にもらえるな。そうでしょう。いらん金使わなくて済むし、お店にヘイトが向かうことはない。みんなハッピーだな。そして転売ヤー対策として個数制限を設ける。1人1個でいいんじゃないの。もらえるシールは確定してるわけだから、それでいいと思う。これならみんな納得すると思うし、売り上げもいけると思う。もちろん地域の格差をなくすため、オンラインでも販売してほしい。売り上げいけるか。いける。商品の数を増やしてコンプするために何個か高めのものも入れればね。アコギだな。でもコレクターはこういう売り方なら買うし、文句は言わないよ。そうなのか。でも手渡しとなるとレジが大変だな。そこはやってもらいたいよね。あるいはシール付きのコンプパックみたいなのを用意して、それを売ってもいいんじゃない。そうすれば手間は少なくなる。なるほどな。こういう売り方をしてもらえると皆がハッピーになれるから、ぜひこういう売り方をしてほしい。してやってくれ。この類のコラボ商品はランダム性は特に反対したい。そもそも1個の単価が高いわけだし、金儲けしたい気持ちはわかるけど、必要のない分まで買わせようとするのは、それこそ自分たちの商品にプライドないのかという話になるわけだしね。ないのだろうな。それを言ったら、それで終わっちゃうわけよ。自分たちの商品にもっと自信持ってほしい。あくまで、こういう形のコラボは、自分たちの商品をたくさんの人に知ってもらうためにやってるわけでしょう。特に興味のない層にも、興味を持ってほしいと思ってやってるわけだから。宣伝が一番の目的であってほしいよ。複数買いで利益を稼ごうだなんて、考えが浅い。浅いらしいぞ。ほんと考えてほしい。